ほうほうほう、ぼっちのみんなハッピークリスマス。と、今年もクリぼっち予約のやつが言うとります。妹のフランドールです。そんな我々に運営さんが、ディビジョンの中だけでもクリスマス気分を楽しめるようサンターバを送りつけてくれました。ありがてー。ゲームにログインするだけで、この全身サンターバセットが受け取れるんで、復帰勢は急げ。こういうネターバ配布は大好物です。現在衣料品イベントも開催中なんで、コンプ目指して頑張れ。と世間話はここまでにして、今回はイベントでゲットした使えるネタ装備、チルアウトを使った黄色モリストライカービルドを組んでみました。もちろんマスクは本日の主役チルアウト。ちなみにチルアウトの入手方法は、前回の動画でご紹介してますのでご覧ください宣伝。コア特性青で、特性にはクリ率、2箇所あるモッドスロットには、両方とも耐襟棒12%をはめ込んでます。さらにギラガードのグランドセット効果も発動するようになったみたいなんで、アーマープラス5%もしっかり増えてます。今回青コアはチルアウトマスクの1箇所だけなんで、5%でもアーマー上がるのはありがてー。で、膝、ホルスター、上着、リュックには、コア特性黄色にしたストライカーバトルギア4箇所装着。上着タレントでストライカーギャンブルのバフスタック数が、最大200に増加。リュックタレントでバフ効果の武器ダメ上昇率が、1% に増加。上着とリュック込みのストライカーギアセット4箇所あれば、スキルマンでもかなりの重機火力見込めますぜ。ただ難点は上着使っても、なかなかバフスタック200まで貯めるのはきついところ。今回も難易度レジェンダリを想定したビルドですんで、タンクやメカ犬の集団相手なら、ワンチャンフルバフもあるっちゃある。グローブにはヒーラー定番エキゾの BTSU データグローブ。今回回復スキルにリストアラーハイブを使うんで、BTSU は必須レベル。高スキルプラスでハイブ系持つなら、これ一つで圧倒的にクールタイムが縮まるんで、手放せないんよね。メインウェポンはいつものスキルマン最強 AR。コンデンサーっけない。スキルクラス6なんで、武器威力も 45% アップするバケモン火力。サブ武器はテケトーにプリザベツキ MPX。弾切れ用なんで AR じゃない武器、ストライカービルドなんで連射武器がベスト。スペシャリゼーションはスキルマンなんでテクニシャン一択。パッシブスキルでスキルクラスプラス1できるのは魅力。で、メインとなるスキルは、前述の通りこのリストアラーハイブ。今回一応レジェンダリーミッションでマルチに活躍できるビルドを目指してますが、いっちゃんのメインはこのヒーラーロール。やっぱ野良だとヒーラーやってくれる人って少ないんで、回復役はある程度しっかりこなしたいところ。1ハイブ18万8000回復の36発チャージ、補充速度も1秒なんで、4人パーティーの回復役としてそれなりに役目は果たせる数値。で、もう1枠は、タンク役をこなしてくれるいつもの最強助っ人アサルトタレット先生。最前線に設置しておくだけで、おとり役として敵のタゲ取ってくれるし、スキルクラス6に加えてコンデンサーバフも乗れば、火力役としても働いてくれます。最後に恒例のステータスチェック。武器ダメ9万8000と良好ながら、クリ率 42%、クリダメ 87% と若干見劣りする値。ただこれでもストライカーのバフ乗れば、スキルマンとは思えないば火力出ます。そしてこのビルドで最も心配なのが、アーマー値95万というペラ装甲。ただチルアウトのおかげでエリボーは 48% 確保できてるんで、前に出過ぎさえしなければ安全なプレイも可能。自分で回復スキル出せるんで、アーマー管理もできますから。つう感じのハイパーマルチなんでもビルドで、俺が3人分になる。日常が野良マルチだったはず。今回はルーズベルトレジェのサンタパーティーにマッチング。ブラックタスク対サンタタスクの死闘が始まるぜ。今週サンタコスだらけなんやな。初手はちびっ子たちに気づかれないように住居侵入からの、タレット先生をコス処理高台に置いて全力逃走。サンタの格好したただの犯罪者。後方に戻ったら味方ポジに届くよう回復ハイブ設置すれば、これで今日の仕事は8割終了。スキルは2つとも設置系なんで、両方セッティングさえ済ませれば、あとはかなり自由に動けるのがこのビルドの特徴。つまり芋射撃プレイに長時間集中しやすいんで、ストライカーのバフも溜めやすく、重機火力も出しやすい。って攻めと守りが噛み合った構成なのよ。以前も似たような黄色モリストライカービルドを紹介したんすけど、こちらの方が立ち回り自体はかなり楽。ストライカーのバフスタックが100以上溜まる場面も意外と多いんで、芋プレイ楽しいです。どううちクリティカルで普通に50万超える場面もあるんで、回復ハイブとおとりタレット出しながら、DPS プレイも楽しめるのは欲張りセット。ごめんタレット出すの忘れてた。あまり射撃に集中しすぎて、スキル管理を忘れないように。ともかく順調に初手エリア殲滅で、
これは味方優秀ですよ。ルーズベルトのラレジェの第一エリアはかなり難易度高いんすけど、割とあっさりクリアできたのは頼もしいメンツ。まあわしもいますから当然の結果ではありますけどね。でも次のエリアで全滅リセットしましたけどね。正直これはちょっと調子乗ってわしも前で過ぎたんですまんね。満身ダメ絶対。ということで今度はパーティーの最後尾から、ヒーラー役重視で丁寧に立ち回りましょう。最初っからそれをやってくれ。特に今回回復持ちがお姉様一人なんで、周りに求められるロールも、必然ヒーラーですからね。味方の構成によっても、柔軟に対応できるのがこのビルドの良きところ。何でもできるってことは、どのロールが今のパーティーに不足してるかを判断して、重視する立ち回りを変えられるってこと。現在のパーティー構成は、タンク役一人にタレドロ持ちが二人なんで、わしが一チャンキを使うべきは回復配分の管理。マルチビルドの楽しさって、やっぱこういうパーティー管理の楽しさだと思うんすよね。特に今回 SHD レベルがまだ低めの方も2名いますんで、ここは SHD レベル4桁の中堅プレイヤーとして、フォローするプレイも大事やで。オッケー、そういうことならわしがヘルプ入りますんでワコードよ安心せい。トリマ回復配布とタレット出してっからの、介護福祉プレイで蘇る味方。やはりレジェでは芋プレイが大事だということを、優しさで理解させてあげるべきやで。ここは危険やぞ。青森でももっと後ろで芋るんや。うん、あれはそっとしておこう。自分で気づかせることも先輩としての役目です、適当。こんなことよりヘリ降下部隊のお時間なんで、ここは交代してスキルセッティングステンバイ。うわっぷねー、死ぬるか思たで。おもっくそアーマー兵のガトリング食らってましたから。とはいえあれだけ食らっても耐えれたのは、さすが耐えり棒 48%。エリートの火力ほぼ半減してくれるんで、立ち回りのガバさも意外と許される。ただアーマーの低さは気になるんで、青子はもう1箇所増やそうとも思ったんすよね。でもそれだとスキルクラス5になって、リストアラー配布の回復量とクールタイムが落ちるんで、青1がやっぱ最適解ですわ。チルアウトならエリ棒もっと2つ詰めるし、アーマー値も若干ながら増えるんで、防御面が不安なこのビルドには悪くない性能。防御を強化した分、長時間顔出して打ち合えるんで、結果的にストライカーバフも漏れて火力も上がるんすよね。いやー、スキルマンでこの火力出せるのはめちゃめちゃ気持ちいいですわー。やっぱ回復配布やタレット出すスキルマンって、チームの役には立ってるんすけど、本人がプレイしてて退屈なのが一番の欠点ですよね。しっかりシューティングで楽しめるのがこのビルド最大の売り。その後お一人様回線落ちから、サンタチームへ新たな野良助っ人加入。サンタの数は減らない不思議。ただここのエリアは奥に入ると敵の攻撃が激しいんで、貧弱アーマーなこのビルドでは入り口でイモるしかない状況。そういう時でも、タレットさんがわしの代わりに無茶してくれるんで、壁裏から眺めてればOK。味方タレドロと共闘で、奥にいるアーマー兵も溶かす殲滅力。やっぱタレットに任せるのが最強なんよ。シューティングで楽しむとは何だったのか。だが次のエリアは兵所で打ち合いバトルなんで、DPS ビルドとしても役立てるとこにしてやりますよ。合体1の相手でもゴリゴリ削れますぜ。ついでに歩兵もガンガン溶かしてくわちょまずい死ぬんすけど。これは明らかに調子乗って前で過ぎましたね。自爆ドローンとか避けらんねえだろう。とにかくアーマーが低いのと、エリート以外の敵からの攻撃はダメージカットされないんで、無理せずチームの最後方に陣取るのが鉄則。だがチームプレイでサンタは何度でも復活するちびっこたちを安心してくれ。このサンタはちびっこにプレゼントを届けることはないです。その後なんやかんやでボス部屋まで余裕の到着後、新入りさんもサンターバニを着替えして、4人で恒例の部屋前タレット殲滅戦。完全にサンタ3人の圧に屈しとるやん。空気読めて偉い。そしてマローダーボス戦突入も、お一人サンタが船まで来れずに3人プレイドンマイ。レジェ初心者っぽかったんで、船こもりパターン知らなかったかも。だがここはタレットを EMP 粘爆にすり替えておいたんで、余裕のマローダーブレイク。ストライカーバフマックスだとクリダメ70万近く出るんで、DPS としての本領発揮。2機目は玉切れしたんで、予備の MPX で撃破完了。あとは地上戦なんで、半盾に変更して外のタンクに応戦。つかこれこのまま盾突ビルドとしても使えますね。盾もスキルクラス6で硬いし、エリ棒 48% でかなり頑丈。ストライカーギアセットで、赤ゼロの SMG でも火力普通に出ます。やっぱストライカーの火力は異常。
その後はスキル交換できなくなるバグでもたもたしてる間に、味方がクリアしてました。本当にクソみてぇな終わり方ですね。最近 PC 版だとゲーム終了しても起動しっぱなしのバグとかもあるんで、早直して。アップデするとバグ増えるいつものマッシブ。最後にアクティビティ確認しときます。よ、ダメージも 1500M としっかり出しつつ、回復数もトップ。今回プロレジェプレイヤーがいなかったってのもありますが、回復支援ありつつよダメも高水準なんで、十分な戦果。加えてタレット出しておとり役もやってたんで、個人的に満足な仕上がりのビルドでした。連携の取りにくいノラレジェでも、かなり対応力が高いビルドなんでおすすめ。ただやっぱりアーマーの低さが欠点なんで、立ち回りは慎重に。じゃまた次回。